様こんにちは、ネイリストのコーエンです。今回は私の地爪にジェルネイルを塗っていこうと思います。それでは動画スタート。はい、じゃあまずね、今地爪の状態は爪の形を整えて根元の甘皮周りも綺麗にしてます。で、お爪の表面は結構しっかりがっつりとサンディングした状態で、ダストと油分を拭き取ったので、こういったね、pH 調整剤、私はオピアのボンドエイドをいつも使っています。これをお爪の表面に塗って油分除去をして水分のバランスを整えるものを塗ります。で、取れやすい方は、今私一度塗りしたんですけど、二度塗りしていただくとより次に塗るジェルネイルの持ちが良くなるので、ちょっと取れやすいっていう方はしっかりと二度塗りするのもおすすめです。ただしね、皮膚につかないように注意してください。いつも私が塗っているベースジェルですね、このジェルグラフのソリッドベース、これを塗っていきます。で、筆に取りまして、今回ちょっと人差し指から塗りますね。で、ベースジェルをしっかりと塗り込んでライトで固めます。で、これもね、皮膚につかないように、もう皮膚につくぐらいだったらベースジェルね、もう 1ミリぐらい空いてもいいと私は思います。皮膚につくぐらいならね、それぐらいこの根元の付着は悪だと私は考えますので、皆さん皮膚につけないように気をつけてくださいね。で、心配な方はもう1本ずつこうやってライトで固めてください。これね、しっかりと、完全硬化がね、多分60秒とか90秒とかなんですけど、もうだいたい10秒ぐらいで1回ライトから出して塗ってっていうのを、仮止め仮止めみたいな感じですね。仮硬化を続けて、最後にしっかり1分とか90秒とか規定の秒数を固めるという風にすると非常にスムーズに塗れると思います。ベースジェルね、こうしっかり塗ろうとか根元ギリギリに塗ろうと思うと、もう4本ここまで塗ってる時に縮んでることがあるので、なんかしっかり塗ったのにないって、この端っこまで塗ったのにちょっと端っこがなくなっちゃったってことがあるので、そういう方はもう仮止め仮止めで、で、まあスピードに自信のある方はもちろん4本塗っても大丈夫です。ライトで固めるときに、このコンテナとかでもこっちの前に出ちゃうと固まっちゃうので、必ずライトの入り口の後ろに置くようにしてくださいね。じゃあ次、親指もベースジェルしっかりと塗り込んでいきます。爪が短いのでちょっと先端部分塗りにくいんですけど、ほんの少しある先端の段差の部分にもしっかり塗ってライトで固めます。ベースジェル固めてる間にカラージェル出していきます。261番と132番、あとは187番の3色を今回使いました。動画の中にもう1色出てるんですけど、この最後の1色目は使ってないので3色で仕上げています。まずね、このピンク色のやつを塗り込んでいきます。もう一本小指にも同じピンク色187番を一色塗りすることにします。まずね、このベトロの187番を薄く塗ります。なんかね、ここにゴールドのミラーパウダーでアートをつけたいなと思ってます。いや、マジで何しようか全く考えてないんですよ。
まあね、本当私の爪がちっちゃいからさ、できる跡が限られてるんでしょうね。まあでもちょっと同じような地味爪さんのためにできる限りの跡をやろうと思います。このラメを塗ろうと思います。ノベルっていうところのラメですね。で、私はもう結構ね、クリアジェルにラメの筆をドボンってつけ込みたいので、これはもう、ラメ用のクリアジェルです。で、これを中指と薬指どっちに塗ろうかまだ迷ってるけど、とりあえず薬指に塗ろうか。このラメをみっちり敷き詰める方法と、ちょっと隙間がねあるように引く方法があるんですけど、ちょっと私はこう透け感があるぐらいでラメをのせます。で、中指もラメのせようかなって最初思ったんですけど、中指はちょっとあえての茶系を薄く塗ろうと思います。タイっぽくしてもいいかもね。あ、ついたね、ついたね。これだけだとすごい濃さが目立つので、この187番をタイダイっぽく入れようかな。なんか雲みたいで可愛い。で、この261番、これね、これもちょっと混ぜて奥行き感を出したいなと思います。うまくいくかわかんないですけど、ちょっとやってみます。タイダイのやり方ね、叩く、色を置いて叩く、もしくはふにゃふにゃっとする。で、それでもいまいちだったらクリアジェルをちょっと取って伸ばす。ふにゃふにゃっとしていると勝手にぼやーんとしてタイダイっぽくなってくれます。で、あんまり触りすぎずに、なんかいまいちだなと思ったらちょっと放置するとぼわーんとぼやけて、またそれもいい感じになります。で、ちょっとラメ足そうかな、なんか可愛い感じにしたい。はい、じゃあライトに入れます。で、親指はどうしようかな、こんな感じだから、親指も濃い色、この261ね、こうやって261を薄く一色塗りします。じゃあこれで次はこのノンワイプデザインジェルで、ミラーアートの土台を作ろうと思います。なんかあとは適当にやろうと思います。で、ここはにゃーっとしようかな。小指も親指と同じようなスタイルでふにゃーっとしよう。ちょっと筆圧が残るような感じがいいかな。
でもちょっと最近気温がね、暖かいから筆圧が残らないんですよね。ちっちゃいなこの爪すごいちっちゃくてやりにくい。じゃあ今度人差し指を縦ふにゃふにゃにしようかな。縦ふにゃふにゃ、あ、いいかもいいかも。今いいラインが描けたから一発でも固めました。ちょっとこれで一旦ミラーこすってみようかな。ミラーはアゲハのゴールドです。ミラーパウダーですね。ちょっとこっちのね、いきなりこっちに止まって入れる、私蓋についてるこれをね取ってこうね染み込ませてやる方が飛び散りが少ない感じがするから、いつも私蓋から取ってます。で、自分でやるときはもうノンワイプ引かない。めんどくさいから。めんどくさいから引かずにやってます。まあそれでもなんとなくさ、できるでしょ。で、ちょっとこういうとこはね、気を使って、ちょっと、出っ張ったところを使ったりして、うん、かわいい。あの、一発勝負とは思えない、かわいいラインが。引けたでしょ。まあはみ出たとこは後で拭きます。はい、拭けばいいと思います。はい、こんな感じ、かわいい。で、まあシリコンプッシャーがあればそれでちょっとしっかりね、ここにこすりつけてあげると持ちが良くなるので、ちょっとはみ出たところは拭きますね。何で拭くかっていうと、キッチンタオルに消毒エタノールを染み込ませたもので私は拭きます。まあしっかり拭き取れるからね、その方が。この角を使ってくるくるってしたら取れます。はい、こんな感じ。基本的には私はストーンはつけないで、もうつるんと仕上げたいので、だいたいこんな感じかな。はい、今回ちょっとシンプルなんですけど、これで仕上げたいと思います。仕上げに使うのはアイニティのノンワイプシャイニートップですね。これを塗って仕上げたいと思います。左手できました。うん、ユーリとキラキラとミラといろいろ入れたかったの全部できたんで結構満足してます。私ね、爪が短くないとパソコンの、キーボードタッチをすごくするので、短い爪でないと支障が出るので、いつもこんな感じの短さになっております。チビ爪の方の参考になればと思います。今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。